皆様、ポケモーニング、ポケモン情報局のポッポです。先日配信されたポケモンのトレーディングカードゲーム、通称ポケポケ、皆さん遊んでいらっしゃいますでしょうか。まあ僕もね、かなり楽しませてもらっていて、毎日毎日ね、パックを開けるのがとても楽しみなんですけれども、今回はなんとこちらのポケポケに無料でパック50連できる方法がありますので、今回はそちらをご紹介していこうと思います。今回ご紹介する方法は、規約違反などを行っているのではなく、しっかりとした正規の方法でやりますのでご安心ください。ということでね、早速やり方の方を解説していきたいと思います。まず大まかな流れなんですけれども、今回ご紹介するのは TikTok Lite、 こちらを使用した課金方法になります。この時点でですね、すでにご存知の方はもうね、感づいているかなと思いますが、今回はこちらの TikTok Lite をね、やったことない方向けのね、動画となっております。こちら TikTok Lite はですね、招待を受けて、その招待リンクからアプリをダウンロードしてタスク、まあ、いわゆるね、ミッションみたいなものを達成することで、なんと最大今だとですね、1万円以上のお金を受け取ることができます。まあ、受け取り方法はいろいろあるんですが、この受け取ったお金でポケポケに課金できるということで、マジで無料でね、50連以上パックを回せてしまうということで、まあ、なかなか組みづらかったリザードンファイヤーだったりとか、スタミフリーザーだとかね、そういった強いデッキを組むことができます。ということで、続いてはね、手順の方をご紹介していこうと思うんですけれども、まずこちらご覧ください。まずはですね、先ほど言った通り、TikTok Lite をダウンロードします。で、このダウンロードするときに、今回のこの動画の概要欄に載っているリンクから飛ぶことによってお金を受け取ることができるんですけども、注意していただきたいのは、TikTok Lite はね、これから10日間ログインするというね、タスクがあるんですけれども、この10日間ログインするときに、毎回この動画の概要欄のリンクからアプリを開くようにお願いします。これをやらないと、招待のお金がもらえませんので、お気をつけください。そして現在ですね、TikTok Lite の方はハロウィンイベントということで、まあ、通常だと招待が5000円分なんですけれども、現在は7000円分にアップしております。ただこちらの7000円の方は24時間限定となっていますので、24時間明日の11月4日の朝9時になってしまいますと5000円に戻ってしまいますので、こちらお気をつけください。ということで、まずはですね、概要欄にある TikTok Lite の招待 URL から TikTok Lite をスマホにインストールしてください。この後ですね、インストールしたアプリでアカウントの作成をいたします。アカウントの作成は名前だったりとかパスワードみたいなものが必要なんですけれども、Google や LINE なんかでのログインもできますので、ここはね、簡単に終わらせることができます。そして、ニックネームなどを決めてアカウントを作った後、こんな感じの画面が表示されれば成功です。ここまでやればですね、一応招待を受けることができましたので、第一段階クリアという感じになります。そして、その後、7000円を受け取るためには、10日間アカウントにログインして、10日間かける10分間の動画視聴が必須となってきます。この10日間のチェックインは連続じゃなくても大丈夫なので、まあ、もし忘れてしまった日があってもね、全然 OK です。そして、これ10日間チェックインするんですけれども、チェックインするときには真ん中のギフトというボタンを押して、そうするとこんな感じでチェックインミッション、動画視聴ミッションっていうのが出てきますので、これを10日間分すべてクリアすることで、7000円分、約70万ポイントですね、こちら受け取ることができます。さらに現在はハロウィンなので、いろいろイベントがやっていて、その他のイベントもね、いろいろクリアすると1万円分以上のね、ポイントを受け取ることができますので、この機会にね、ぜひやってみてください。ということで、10日間毎日10分間の動画を視聴するんですけれども、10分間の動画を視聴するときには、こちら左上のね、なんかこう、丸いアイコンのゲージみたいなものがあるんですが、こちらが動いている間、10分間カウントされます。動画をね、何回も何回も繰り返し見ても、ここの左上のゲージは回りませんので、動画を1回見たらね、次の動画に行かないと 10分間の視聴としてカウントされませんので、ご注意ください。まあ、いつもの通りね、TikTok を見る感じでやれば全然大丈夫だと思います。そして10日間ログインして、10日間10分間動画を見るとですね、達成翌日にギフトが送られます。まあ、以上がですね、約1万円分のポイントを受け取るやり方の一覧になっているんですけれども、注意してもらいたい点がいくつかございますのでご紹介します。まずはですね、こちら18歳未満の方はね、やることができません。なので、18歳未満の方は、親御さんに説明をして、お父さんお母さんのスマホからログインして、一緒にね、タスクを進めることで、お金を受け取ることができます。あとはですね、スマホに SIM カードが入っていない人、まあ、いわゆるね、白ロームと言われるものでやっている方は、こちらできませんので、ご注意ください。
そして過去に TikTok ライトをダウンロードしたことがある方、今回のキャンペーンは受けることができませんが、 TikTok はすでにダウンロードしてあっても大丈夫だと思いますので、 TikTok ライトをダウンロードしたことがない方は今回やってみてください。そして Wi-Fi を使ってアプリをダウンロードした、こちらはですね、Wi-Fi を使ってダウンロードするとどうやらねバグが起こる場合があるみたいで、もしうまくいかない場合は一度 Wi-Fi を切って、4G とかね 5G とかキャリアの回線でダウンロードしてみてください。これでねうまくいったという事例もあるみたいです。そして同じ宿同じ電話番号で登録している、何回もね同じことはできませんよっていうのもね。あとは24時間以内に本人確認ログインしていない、これはですねアプリを入れて24時間以内に本人確認をしないと無効となってしまうようですのでお気をつけください。そして7個目、これがめちゃくちゃ大事です。招待リンクからアプリを立ち上げていない、招待リンクから毎回アプリをね10日間立ち上げないといけないので、ここだけねちょっとめんどくさいんですけど、1万円もらえるならね全然できるかなと思います。ぜひね必ず招待リンクから毎回アプリを立ち上げるようにお願いします。その他ね8から12は大体ないかなと思いますので、このもしできない場合はどれかね間違えていないんじゃないかっていうのをねこの動画見ながらもう一回再確認してもらえたらなと思います。あとはですねポケポケを開いていつも通りポケゴールドを購入してもらえればポケモンのパックをね大量に引くことができますので、ぜひねやってみてください。ということでね、以上が TikTok ライトを使ったポケポケに無料で課金する方法になっているんですけれども、もしね、わからないこととかうまくいかないことがありましたら、こちらの YouTube の概要欄にコメントしていただければ、解決方法をお答えしますので、何かね、うまくいかないことがあったらね、ぜひお気軽に質問してください。あなたがね、質問することによって、同じ症状でわからない人も、そのコメント欄を見ることでね、解決できるかもしれませんので、もしわからないことがあったらね、コメント欄で同じような症状が出ている方がいないかとかね、探すといいかなと思います。こちらね、ハロウィン期間で、今現在ね、明日11月4日の朝9時までにやることで、5000円から7000円にアップしていますので、もし時間がある方はね、今日中にやった方がいいんじゃないかなと思います。ぜひね、今回のこちらの無料で課金する方法で、ポケポケのパックをたくさん剥いてですね、レアで強力なカードを集めてもらえたらなと思います。また、ポケポケのね、新カードのリーク情報も、ちらほらね、出ていますので、もしね、現在、ポケモンのカードがある程度揃っていて、出来ができるよっていう方は、次の診断のね、カードに向けて、お金を貯めておくっていうのもね、一つの手だと思いますので、それまでコツコツね、TikTok ライトでお金を貯めて、次の診断が来たら課金するっていうのもいいんじゃないかなと思います。ということで本日もね動画最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー、バイバイ。